批判の方ちょっと暑いので日陰の方まで移動します。行ってきてください。で、あの2列じゃなくて構いませんので、できるだけ日陰に入るように皆さん前の方まで来てください。じゃあここから実際に中に入っていきます。で、今ここ、皆さんが立っていただいているのが、ちょうど券売機で、窓口があるところです。で、皆さんから向かって右側こちらの方が、難波方面乗り場西出口っていうふうに書いてあるんですけども、ここの入り口今は、封鎖されてるんですけども、切り替え当日からはこちら側の入り口からが、難波方面の乗り場の入り口になります。今ちょっと階段を降りて下ったところ、そしたら、中の方に進んできます。で、今皆さんが通っていただいているこの場所がちょうど改札機がつく場所になってます。まだ改札機はついてないんで、そのまま通っていただくんですけども、これからは皆さん切符買って電車に乗ってください。で、こちら、向かって正面、皆さんから向かうと後ろになるんですけども、あちら側がエスカレーターで、エレベーターがこちらになってます。で、エレベーターの左横にあるのがトイレです。で、良ければトイレも使えますので来ていただいても構いませんし、もしこれから1時間ぐらいお手洗いといけないので用を足したい方がいらっしゃいましたら、今ここでお済ませください。うわすごい。そうなん？おお、おお、すごい。すごい。綺麗。で、ここはもう自由にホームから降りなければ見ていただいて構いませんので、ただあんまり和歌山の方に行ってしまうと声届きにくくなりますので、多少はいいですけど、あんまり向こう側には行かないようにしてください。来ないで。結構な距離だな。結構な距離だでこれ。結構な距離ですよ。
わ、線路見て。青になってるほら。うまいな。ブロックが青になるんだよ。あれって ATX のかな、あの青いやつ。こう、すごいすごい、これ。もうちょっとこっち来てからにしてください。あんまり広がらないように。ここが分岐器と呼ばれるところで、通過する急行とか特急の列車はこっちまっすぐ進んでいきます。で、普通列車とか、特急列車に追い越される列車はここで分岐して高石駅の1番線のホームに入っていきます。で、この分岐器の周りは線路内入っていただいて構いませんので、自由に写真撮っていただいていいです。で、この分岐器を離れてまた進んでいくんですけども、進んでいくときは必ず今のネズミ色の蓋の上を歩くようにしてください。では写真撮られる方自由に撮っていただいていいです。で、こういう場所はレールがこういう形で斜めについていますので、また通ったら見てください。で、複数箇所こういう場所がありますので、またこの先でもありましたら説明しますので。枯れてる。曲がってる。曲がってる。すげえ曲がってる。この辺りなんですけども、この辺りは直線になってます。で、直線の区間っていうのはレールの高さを変えています。で、今皆さんに近い側のレールの方がちょっと高くなってると思います。で、これはカーブで電車が走りますと、どうしてもこう外向きに外向きに振られる力がかかりますので、それで電車が脱線しないようにレールの高さを変えて力を逃がすようにしてます。で、ちょうどここに 813.72 っていうふうに書いた標識があるんですけども、これがこの区間の直線の半径を表しています。このカーブであれば半径 813.72 メートルのカーブですよというのが分かるように書いてます。そしたらまた引き続きネズミ色の蓋の上を進んでいくようにしてください。3番来てる。3番来てる。乗って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 。今皆さんが歩いてきた壁側についてるのが作業用列車接近報知器っていうのがあるんですけども、これは皆さんに使っていただくというよりは我々作業員が作業中に列車が来たのを知るための装置がついてます。で、踏切みたいに電車が来てる方向に矢印がつきます。で、それともう一つですね、ちょうど私が今立ってるこの位置なんですけども、この位置が今パッと見たらわからないんですけども、レールとレールをつないでるところになります。で、この見えた、後でまた皆さん見ていただきたいんですけども、429番っていうのが数字が書かれているところがあります。で、この場所っていうのはレールっていうのは基本的に 25m で1本のものになってます。で、どうしてもその 25m のレールと 25m のレールをそのまま置いてると、そこに隙間ができてしまいます。で、その隙間があるとどうしてもそこで電車が通過した時によく言うガタンゴトンっていう音ありますよね。そういう音がどうしてもそこでは鳴ってしまうので、レールとレールを熱してそのレールをくっつけてしまいます。で、そのレールのくっつけてしまった跡がこの場所に
ありますので、また通った時には皆さん見てみてください。で、レールを圧接した場所というのは我々あの作業員も管理しておかないといけないので、そういった場所にはこのレールの横に、ZGP っていうのが書いてあります。で、これそれがこの数字、そうそうそう、でレールの、 あのこちら側の面についてますので、また通過した時には皆さん見てみてください。セクションと呼ばれるところです。でこの区間で電車が止まったらいけないという区間です。でこの区間で電車が止まって、でそこであの出発しようと思って加速しようとすると、あの上であのスパークしてしまって電線切れてしまいます。で、そうです、あの過去にあの JR さんの方で何度かここ最近事故があったのも、この場所で止まってしまって、であの加速するスイッチを入れてしまってスパークしたっていうのがあります。動かないようにしてください。カメラ撮られる方は必ずあの腕に紐ストラップつけていただいて、動かないように気をつけてください。気をつけてください。おー、すげー、ここの景色は。りんちゃん、りんちゃん、はい、電車来る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 、どっち目？どっち目？走らないでね。どっち目？和歌山方から電車来ます。こっちから来るんやって、りんちゃん。こっち？え、どっちから？こっちからやって。こっちから。落ちるよ。はい、電車近づいてます。来る？来る？あ、来た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 。何系？何系？ただやただやとりあえず写真撮ったり、ここ写真撮ったり、近づきやすいものたくさんありますので、すっげえ河川地めっちゃ近いよ。行くよ。もう歩くようにしてください。はい、じゃあ皆さん、下げてください。胸ごめんなさい。じゃあ、遅いともいいんや。はい、わかったよ。Thank you.